皆さんこんにちは、柚月史郎です。はい、今回からこちらスイッチ版の桃太郎電鉄買ってきました。ということで今回からねこちらをプレイしていきたいと思うんですけども、一体ね何をやるのか、そう何をやるのかですよね。で、あの私が一体何をしたいのか、そうです、一人で桃鉄、みんなで桃鉄とかいろいろあるんですけどね、私がやるのは一人です、ぼっちです。ぼっちの桃鉄をやりたいと思います。ということで、いつもの桃鉄、自由に決めれるコースと、10年トライアル、3年とかねいろいろあるんですけども、私がやるのはこちら自由に決めたいやつでもって、あの対戦キャラをね変更することできるんですよね、こちらのモードだと。変更します、もちろん。で、あの6人いるんですよね、対戦できるの。一番ね弱い初心者向けのキャラから、ちょっと若干強くなったキャラからね、意地悪系のカード大好きキャラ、そして唯一のね女性キャラもあるんですけども、あの名人の夢を持つ手強いキャラクター、こっちね、あのエンマ名人です、おなじみの最強キャラ佐久間鉄人ですけども、私がね対戦したいのはね、そう鉄人と、もうやばい気がするんだけどさ、2人目のキャラね、2人目はもう名人しかないよね。佐久間に勝てるのはもうエンマに頼るしかないけども、ただこの2人を倒さないことには私は生き残れないんだよね。決まりましたね、あの対戦キャラが地獄を見そうだけどね。それではね名前を決めていきたいと思います。私あの一番上の人間なんで、私を名前変えます、ゆずきに改名いたします。なんかもう地獄を見そうだけどね、やっていくよ今回はね。よし、これで OK で、佐久間社長の佐久間とエンマ社長のエンマね、 OK。それではじゃあちょこのままの設定でいきましょうね。プレイする順番をシャッフル、さあ何番目になるかな、バーン、あ1番目変わってないじゃん、シャッフルした意味あった今ので。あのプレイのね年数を決めたいと思う、うん、そうだね、30年でどうだろうか、9時間コースですけどよろしいでしょうか。ドキドキだよね、大丈夫かしら、不安しかないけども、行っちゃうよ9時間の地獄を見に行っちゃうよ、まあ、後戻りできませんよ、鉄人と名人と戦う私柚月史郎ですけども。さあやってきました、皆さん4月です。さ、最初の目的地はどこかな、開発をお願いしますと、あ補助金のね1000万持ってスタート、ありがとうございます。それではあのやせ姫さんからお伝えしてもらいましょうかね。かわいいビジュアルも大きく変わったんだよね、かわいいっつって、あんまり遠すぎても嫌だけどあんま近すぎてもやばいことになりそう。ここだ、長野です、松本です、ちょっと遠いね。それでは9時間の地獄を始めたいと思います。あでも11末だ、意外と近い、いけ、いいよ悪くないよ、やつらに差をつけたい、カドマスだ、カエルなんないんじゃない、あーこれがあったらね、どうする、もう一応買っとく、買っとくか一応もうどっちみちだしね、うん、なんかこの後のためにもね一応ね準備 OK、 いつでも OK です、よし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 あんたら後ろにいな来るんじゃないぞこっちに、よしよしいいよ、同じ同じ、差をつけてやったぜ順調だよ、いけ、あと5マスだ、殺してやってくれくそ、なんか買える、あ買える、鳥もつ煮や顔1個しか買えないもん、これでゼロだからなんか起きたらやばいよ、来るな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 よしよしカードだ、やばい、
イエローカード、いいやつ出たじゃん。来るな来るな、よしよしざまあよ、よしよし、来るじゃねえぞ君たち、あそこだぞ、もうあとちょっと、いけ4マスだ、行ってくれ通り過ぎた1、2、3、マイナスしかないじゃんね、こっち無理じゃ、いやもうこっち行くしかねえな、遠くなっちまうよ、マイナスの駅に止まれないのが辛いよね、お金1円もなかったもんね、頼むゴールしないで、あいつも保険に入ったな、何特急カード持ってるだって、クソやろあいつ、ゴールする気だマイナスだよしよし、あぶねあぶね、行かれたかと思った、やめろよ、私がゴールするんだ、来た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 ありがとうございます、よし名人も鉄人も差し置いて一番乗りだ、やりました、白隊員ついに、ありがとう皆さん、歓迎ありがとうございます、よしいいぞ、いい感じの助成金も出ましたね、ありがたいや、お金持ちだぞ、さあ誰に取り付いたって言うんだい、佐久間社長だ、やべえ、でももう貧乏神がついちゃったからこれなすられる、尻が出てるけど大丈夫それ、見たビジュアルが変わってるよ、これからよろしくね、よし絶対なすられる、この距離だったらあいつ間違いない、来るぞ、それじゃあ目的地を決めましょうかね、どこになるかな、いけ広島か、こっからだったらそんな遠くないんじゃない、まずはちょっと買いたいと思う、何があるのかな、あ結構わりかしいいじゃん、1億のは買えないかな、ちょっとここ4つぐらい欲しいな、緊急車両が走ってますけどね、外では、よし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 、いいぞいいぞいいぞ、ちょスイカ畑は今回買えないんで、ちょこれぐらいにしときましょうかね、ありがたや、よしなすられてないな誰も、あまたイエローカードか、あカードいい感じに手に入れたカードをなくしましたね、カード売り場か、やっぱみんな保険に入るね、特例カード買ってるよ、カードとか特例カードしかないもんね、逃げろ魔の手から、あカード売り場だ、買える買えるどっち買おう、いやーこっち買っとくか、こっちにしとこう、えい大金はたいてゴールしてやるわい、あポイントたまった、ポイントがたまってありがたいことになるかな、おおありがたいや、なんかあのポイント使ってまたお買い物できるかも、あやばいなすられた誰になすったの、みんな同じとこいたよね、いや私だ、でも大丈夫、私にはいい感じに進めるやつがあるから、よしよし大丈夫、あちょっと待って、でもあれ越さないといけないから、ちょっと待ってちょっと待ってね、あの虫眼鏡で見てみよう、ここでしょ、これより先に行くと貧乏神なそられるんだけど、えでもあと何歩、41歩、え貧乏神、いやちょっと待って、邪魔くさいとこにいるから無理だな、周遊カード使いたかったけど、1、次使おう次使おう、あの急行カードだったっけ、急行するやつ使いたい、カードの名前を間違えちゃうけど戻ってたあいつもなすられたくないんだな、あでももうクソじゃねえか貴様らどこに行くんだよ、ふざけよって、なめんじゃないの私を、急行しますよ、壊れるまで何回でも使えるからね、なすってやるわい貴様らに、5、1、2、3、あーマイナスいやなするしかない
くそ、はよ行けよっていうね。みんなくそ、あいつ新幹線カードでこっから脱出するつもりだ。自分だけ逃げよったな、あいつ。またなする気か。よし、なすられず私も行くぜ。あんな邪魔くさいとこにいるせいで向こうに行けないじゃん。使ってやるわい。逃げろ。よし、いいよ。8、こっちのが遠いかな。え、どうだろう、こっちマイナスだ。こそふざけやがって。あいつがそこにいなきゃな。こそどこにも行けないんじゃないの。え、どうしよう。でも近いとあいつになすられるしな。いや、でも向こうに行きたいんだよ本当は。くそ、一回ちょっとこっちで避難するか。武器も買ってな。金がないんだよ。行くな行くな、遠くに行くな。置いていかないで。来るんじゃねえぞ。お、まあ諦めたか。でも近く行くと多分なするからな。うんちカード買ってる。よし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 。お金が足りませんと思ったけど、お金がないもんね。まだこれぐらいの借金かわいいよね。12月です。あ、トピックスだ。私じゃないか。ありがたいや。さっき買ったやつだね。ありがたいや。大人気タラがね、美味しいって話だよ。よし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 。小金持ちですけども、いやー遠いからな。なんかがっつり進みたいんだけど。いけ、8マス、いいよ、悪くないよ。マイナスじゃないといいね。すごい、 100% んだ。全部欲しかったけどね。これでいこう。ありがたいや。あとはいつカードが壊れるかが問題だね。大丈夫かな。あいつより先に抜けないといけないよね、その地帯を。なんか土佐あたりで合流しそうな気がするんだよ。スペシャルカードが当たった。借金かさんでる。あ、新年明けましておめでとうございます。さてさて、私以外は誰も物件持ってませんけども、何と読むかなどね、思ったりしませんか。はい、なんかすごい名前だね。カツオ、フなどの飯や人前って思うんだね。難しいね、物件名も覚えてね。覚えられるかしらね。絶対読み間違えそう。お、トピックス。お、またかね。ありがたいや。タラのね、あそこのお店が。よし、いいよ、黒字だよ。いいよ、あとはゴールするだけ。39か、遠いよね。急げ。よし、いいよ、悪くない。やつらに差をつけるんやで。1億円、すごっ、カニだよ。 200% ってやばいね。いや欲しいね、いつの日か。よし、あいつに追いついてきたな。あと後ろのやつが来なければね、貧乏を連れて近寄ってこなければ大丈夫よ。2月ですよ。そろそろカードが壊れそうな気がする。くそ、まず先にゴールしてやるぜ。7、いいよ。よしよし、黄色いいんじゃない、悪くないですよ。よし、来た。ありがとう、特急カード。ゴールできそうな気がしてきた。なんでそこで6マス出すんだい。できる、さすが鉄人と名人だからな。ぶっ飛びカード、まずいな、飛んでくるかもしれん。運が悪いとね。あ、赤マスだ。ダメージ受けなかったの。よーし、カード使っちゃうぞ。30、じゃあ23、いけるいける。
3つ出してやるわいな。行け、あいつらより先にゴールするんだ。行け、大したことない。9か。まあ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 。あー、かます。いや、ちょっとまずいんじゃない所持金的に。でも行くしかないな。頼む。借金だ。くそ。行くしかねえよ。そうだね、7件のうちどれかを売るか。やばい、3つ売らないといけないや。あー、さよなら、ごめんよ、貧乏な私を許してくれ。牛乳パン屋もごめんよ、私を許しておくれ。鳥のもつ煮屋さんもさよなら、ごめんね、私にお金があったら。でもこれでゴールすればこっちのもんさ。ん？買ってきますカード。あ、物件を買ったのね。あいつはとりあえず進んでない。このうちに差をつけるんやで。まだ大丈夫よ、まだ立て直せるぜ。借金がもうちょっとで1億になりそうだね。よし、決算か。あそこで売らなかったらもうちょっと利益があっただろうね。でもまあいいでしょう、物件はまだ持っている。それでは夜叉姫お願いしましょう。収益額の順位の発表です。てってれー、やりました。まあ、今年の収益額はまあ5800万とね。まあまあ、ぼちぼち。資産はありがたやん。私ですね。こっからね、あいつらがどうなるかが問題なんだよね。心配ですけども。今日の調子はいかがでしょうか。あ、カードの説明のね。ね、印がついたものがある。威嚇千金カード、へっちゃらカード、絶好調カードやバキュームカード。期間延長カードなどですと。なるほど、もう一回行動することができる、ありがたいね。まあ惜しまずね、使った方がいいよって、ありがたいインフォメーションですね。あと14か、まだだな。いけ、5、1、2、3。あ、やば、回避返せよ。怖いな。あ、100% いけるいける。塩まんじゅうさんも買いましょう。し、安いとこか、買っちゃうやで。差はつけてある。よし、借金か。あ、なんてこったい。今の赤マスは、冬はね、赤マスの額が増えるだったよね。近寄ってきてるぞ、貧乏神も。それだいぶ近いな。わあ、赤マスが結構近い、11マス。ああ、なくなった、ついに。ありがとう、今まで。一歩か、こっち行くしかないね。あ、すごい、カキおこや、カキなのかな、ありがたや。 50% か、ちょっと 50% ぐらいだったらもうお金がないし、赤マスを超えないといけないかも。だからちょっと買うのやめとこう。うわ、来てる、あいつ来てる。やめろ、そこで使うんじゃない。なするぞあいつ。いやいや、まだ大丈夫か。いや、近い、なんかいいカード持ってたなあいつ。よし、外れたか。よしよし、借金1億だね。いや、赤マスが多いんだここ。やべえ、超えれるかな。あと10マスですよ。いけ。もう進むしかないよ。よし、この程度の借金まだ大丈夫。借金にもならんばい。くそ、あいつも赤マスか。あと6マスじゃん。やべ、近い、一発出る可能性高いね。やっぱ早く行かないと。貧乏神なすられる。うんちカードがあそこ出てるからもう引き返せないね。トピックスです。よし、あ、え、何、佐久間が唯一持ってるところが大人気になったってか。あんなろいい物件持ってやがるぜ。いいな、お金、私も欲しい。あと9マスね、抜けれるかな。赤回避せよ。1、2、3。赤マス。でも大丈夫、これぐらいなら。
80万、被害は少ないぞ。あとちょっとよ、あと4マス。あ、ゴールだ。あんな野郎、畜生。6マス出しよったな。畜生、2連続いけるかと思ったけど。うわ、結構金持ちだ。またエンマだね、変わらず。さあ、目的地は一体どこですか。どこだ、静岡。あ、ちょっと待って、エンマが近い、エンマが近いぞ。うわ、めっちゃいいじゃん、うらやましい。え、ちょっと待って、うんちカードがまずい、通れない、あそこ。何、絶好調、エンマついてるの。絶好調になりよった、ふざけやがってやばいよ、なんか今さ絶好調バグがあるからさ、絶好調になったらそれっきりと話しちゃう。え、金持ちになった、バグったまんまじゃね。あ、なすったあの野郎あの野郎なすっていきよった。ジャンパー買わないのか、でもうんちカードがあるから向こうに戻れないよな。トピックスです。お、来た来た、タラのやつね、タラ人気だね、ありがたや。よし、ただ貧乏神がいる、どうやってもあの人たちになすれる気がしないんだけど。カードなんてないしな、どうにかしてなすったりせんとやべえよ。でもうんちカードがあるから向こうにも戻るわけにもいかないから、なすります、私はあなたたちになすります。そいつを持っていきな、この微妙な物件を買ってやるわ。赤マスに止まったらやばいけど。さあ、誰になするって言うんだい。よし来たやばい、その次になすられる可能性が高い。クソ、絶好調のバカ野郎、ふざけやがってあの野郎 U ターンしていきよったな。絶対ゴールしそう、まずいよまずいよ。とりあえずこやつになすって、早々にここから立ち去りたい。まあ買えないよね、そうだよね、お金ないもんね。やばいな、赤マスだらけだから抜けれるかな。ぴったりなすりよったこそ頭いいぞあいつ。でもな、どうにかして目的地に近づかないと、あいつの絶好調がバグってるせいで、このままずっと絶好調な気がする。あ、なる、ふざけやがって。あ、うんちが消えた、ついに移動できる、近くなるかな。じゃあでも49か、そこ変わんないな。もうこいつになすることもできんから、一回くっつけた状態で行くしかねえ。うわくそ借金じゃねえかくそめい、これなんか微妙なやつにするか、まずは1個。さよなら、ごめんな、私が貧乏なせいで。あと1件は 50% ここかな、さらばよ。貧乏神がどう出るかな。瓦割ってる、火を見てほしい。キエイ、1枚しか割れてない。あ、カード1枚か。あー、でもよかった、特製レイカードだから被害はなし。でももう来ないよね、こっち側多分。逃げやがったあいつふざけやがって、いい物件買ってんじゃん。畜生、こいつきっとこのままバグってゴールしてしまうんだろう。岐阜まで来たぞ、もうやばい、もう絶対になすれる気がしないけども。さあ11月ですよ、45だもんね、誰も近くいないからもう行くしかない。カードマスか、なんかカード売り場行きたいな。いや、借金になりたくないんだよ。でも借金しかないのか。こっちのルートは
借金ルートか、カードマス、ん、カードバンクカード、何これ、カードバンクカード、今持っているカード、カードバンク駅まで、あ、運んでもらえるんだ。カードバンク駅には重力もある場合は送ることができません。カードいっぱいだったら送れないんだね。何を売るの、1個あったらまあ許そう。でも売らないでほしい、よかったら。こっちに来い、あいつあいつなすられたくないんだ。封印カード、我々のカードが使えないやけども、微妙にいやらしいことしよったな、あいつ。さあ、でどっちから行くべきかな、赤松か倉敷か。こっちだと、こっち行こう。もナルトです。うわー、でも大したもんじゃないか。まあお金がないんだけどねスペシャルカード当たるといいね。よし、来た、やりました、大当たり。まあ600万払ってもらえたと思えば、まあまあ30万しかない。まずいな、お金がないから。やっとこっちに来る気になったか、あいつ。もうゴールしちゃいそうだよ、絶好調だよね。近い近い、だいぶ来てるよあいつ、エマ社長くっそ、このまま30年絶好調なまんま行きそうだけど、あの人バグのせいでね。金がないからそろそろ売られそう。いけ、おならカード。あー、売らないで。うわー、めっちゃ売りよったあいつ。くそ、佐久間今サクサクだな。あそこでぬるぬるプレイしてるけども、私は負けないよ。絶好調なやつにも負けないよ。うわでもこれで貧乏神が別に行ったはず、そう佐久間に行ったはずよ。これでみんな一回ずつゴールしたね。よし、とりあえずエンマからの佐久間に貧乏ね、オッケー。次目的地どこ、どこだ、近いって言ってくれ。何、まずいな、佐久間が近いんじゃないか。あれめっちゃいいじゃん、2倍になったね、ついに。初じゃない、何歩だろう。あ、でも24だ、割り返しそんな遠くない。こっちの方が近いんだな。 100% 買いましょう。なんとか決算前にちょっと物件をね集めたいとこだよね。打ち前貧乏神、たくさん物件打ち前ちょちょちょあいつにゴールなんかさせるんじゃないぞ。お、あー絶好調消えた、よかった。なんかさ、バグでさ、今絶好調になったらそれっきりって話しちゃったんだよ、よかった。わ、いい物件だ、 80% か、金持ってんね。くそ、次こそゴールしてやるよ。あ、ついに呪縛は解けた、スペシャルカード。これはゴールが近づいた時だよね、好きな数だけ進められるから。これはちょっと目的地近くなったらみんな吹き飛ばしてあげたいな。うん、カードバンク駅は今お金持ってないから行ったところでって感じだからな。うむ、なんか買えるかな、虫眼鏡。何が買える、あ、たこ焼きいいじゃん、1個買えるね、いたるわ、1個買ってあげよう。たこ焼き屋をゲットいたしました。いけ、ボンビー、カードを旅立たせたこれであいつの借金は帳消しにできんな。わー、いいな、100%
安倍川餅屋、美味しそう。来た来た、お待たせいたしました、決算です。ただあんまり物件買えなかったし、売っちゃったからな。わりかしそんなに収入はないかも。今回みんな物件持ってるからね。気になる順位は一体。あー、収益額がね、エンマがね、2倍になったもんね、買い占めて。中間報告。うわー、結構みんな物件買ったね。私だけではマイナスだ、悲しい。最後までご視聴いただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない方は下のチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。